はい、今日はミキサーをやっていこうと思います。まあもういらない S ランクも結構いるので、まあ本当は自チーム確定ミキサーやりたいんですけど、まあ5人はちょっともったいないんでノーマルミキサーで、まあ小林か宮崎を当てたいなと。さあでいきますか。3人か、3人も結構重いんだけどね。でもまあいらない選手、使わない選手を使っていきましょう。てかこのモレルが2人いるんで、まあ、モレルでしょ。あ、モレル後にしようかな。じゃあ森、あと糸原。じゃあ行きましょう、この3人で行きます。うおー、さあこの3人で S ランクを当てたいと思います。宮崎、小林、お願いします。お願いします。さあ S ランク確定で、あ、誰や。お願いします。バレンティン、バレンティン持ってた。でもこれ結構強いんじゃないの。強いよね。来年もヤクルトにいるっていうことが確定したら使おうかな。よし、もう一人行こう。さーて、あと使わない、またモレル、金子、ヤク、使わない人、お、ジャクソン。あ、ここからはオーダーに入ってってるってことは、さあバレンティンいますね。あ、こっちのジャクソンはもったいないからこれですね。よし行きましょう。じゃあモレル、金子、ジャクソンで小林、宮崎に変わることを祈っていきましょう。さあお願いします。さあ電子、さあ来い、よし来い。ああ違う、近藤か。もうヤクルト2枚か。なんか自チームミキサーみたいになっちゃったなこれ。でもこれ近藤投げっぷりかなりいいですよね、見てて。お、先発中継ぎ適性あるな。あ、これは使いやすいっすね。中継ぎで早速使っていこうかなと。バレンティンもせっかくなんで育てていこうかなと思います。このちなみに A ランクミキサーもなんか S ランクがたまに出るらしいので、 A ランクいれば、 A ランクしかいない人はやってみるのも一つの手かなと思います。あとはちょっとまた S ランク契約書を 10%30% とまた確定のと、あと選択契約書まだ余ってるんでちょっとまだ決めてないんですけど、あとランク確率 10% か。まだこれだけあるんでちょっと次回も S ランク引けていけたらいいかなと思います。ではまた次回もよろしくお願いします。